伊庭八郎は、江戸時代末期から明治にかけての武士、幕臣。伊は秀会。石湾の剣閣として知られる。天保15年、幕末江戸時代道場の一つに数えられる、岡勝町の剣術道場、連武館を営む心形方の流宗家を、養子となって継いだ、伊庭修行の長男として、江戸に生まれた。伊庭家では、実力のある門弟が、宗家の養子となって、 流儀を継承することが多いが、修行も、実施ではなく、養子とした秀俊に継がせており、秀会はこの義理の兄にあたる秀俊の養子となって、後に宗家を継ぐことになる。幼少の頃は、剣術よりも、漢学や蘭学に興味があり、剣術の稽古を始めたのは遅くなってからだったが、次第に頭角を表し、伊庭の商天具、伊庭の麒麟寺と異名を取るようになる。江戸幕府に、 大井五番子として登用。文久四年正月家持港が再度上落のため、八郎をはじめ時期進化下流、北進一刀流などを腕利きの見学50名で、奥詰め隊が発足その後1866年、家持港政教のため解散また、爆心指定の武術指導のための公部書が作られると、教授法を務める。慶応二年に、 元奥詰め隊が改編され遊撃隊となると、八郎も、秀俊と共に一員となった。慶応三年十月、遊撃隊に、上落の命令が、下り江戸を出発した。遊撃隊は将軍を大阪まで護衛した後、伏見に婦人。翌四年一月、飛ば、伏見の戦いが勃発するが、新政府軍に敗れて、江戸に敗退した。 江戸期間後、遊撃隊の一部と共に、木更津に行き、城西藩主、林忠敬に協力を要請する。協力に応じた城西藩主を含んだ、遊撃隊は、前橋藩が守備する、フッツジニアを無血解除させて、武器弾役を接収した後、暴走半島の縦山から出版し、相模真鶴に上陸。その後、伊豆山甲府五天場甲州黒駒沼津と、 天神、途中で加盟する者も,も多数あったので沼津隊陣中に遊撃隊を再編成し、八郎は第二軍隊長となった。5月15日将棋隊が上野戦争を始めるとこれにこう、新政府軍の江戸入りを阻止するため、箱根の赤章を抑えようと小田原藩兵と戦闘となった。一時は和睦が成立したものの、26日再び敵対した。 小田原藩と箱根山崎で戦いが起こり、湯元の三枚橋付近で足に被弾。さらに背後から、小田原藩士、高橋東五郎に、左手首の皮一枚を残して切られる中、八郎は振り向きざまか方から首へ、新行刀流剣認式の位置付きで相手を、絶命させている。八郎は、従者の坂本健吉に担がれその場から、味方陣地の総運寺へ逃れる。 左腕は途中から先を切断。切断面から二寸ほどの骨が飛び出ていた八郎は、とんといた金へ愛と小刀ですっぱり削り落としたと生き残った坂本が証言。以後、左手は不自由となりながら戦い抜く。江戸退却の後、八郎などの離脱者を除いた遊撃大使は瞳。 林らに引きられ、榎本のと率引きいる、旧幕府脱走艦隊の長崎丸に乗って、欧州へ向かった。八郎は、病院船で治療を受けていて、遅れて、欧州へ向かったが、乗船した、三河穂丸が、調子をきで座ーしなんとか上陸は果たすものの、無念のあまり切腹しようとした。しかし、同行していた、中根宿に止められ、 改めて欧州へ向かう手立てを講ずることとなり、杉田連協の勧めで、横浜の関新八宅に潜伏。11月、関新八の圧戦により、八郎に付き添っていた、元山小太郎と共に、アメリカ艦で、函館へ向かった。なお、関新八は中根から八郎を託された際、すでに、藍空城の一報も届いており、北総を思いとどまるよう説得している。 それに対しな金は、説得を受け入れたものの、もし北総の望みを立たれれば八郎は、必ずや自陣するとして、八郎だけは、何とか行かせてやりたいと頼み込み、関新八も、かかる丈夫を虚しくしなしむるもみに惜しむべきことなりと、頼みを聞き入れたという。函館に到着後、旧幕軍役職選挙で、不評はたまなみ、遊撃隊隊長となった。 箱館戦争では徹底抗戦を主張し、赤腕でありながらも遊撃隊を率いて奮戦したが、木孤内の戦いで胸部に被弾した。箱館病院で治療を受けていたが、当時の医療ではなす術はなく、致命傷となった。箱館撤退の際に、傷病者が搬送された湯の川ではなく、五稜郭に入ることを希望。虫の息となっても痛いとは一言も言わなかったが、 会場の前夜に、榎本武明の差し出したモルヒネを飲み干して自決した。去年二十六、遺体は、他の戦死者と共に、五稜郭内に埋葬された。明日は母碑には五月十二日と刻まれているが、田村銀之助の話から五月十五日とする説も、ある。墓所は、東京都中野区の定言寺。法名は、衆院清誉一小寺。実践は、 実施、破線は容姿または婚姻関係、数字は心形形な流宗家歴代当主。通常と異なり、右から年長順。名誉診断、伊庭八郎。ありがとうございます。